スーパー F1 サーカスガイデン。これは PC エンジン版の F1 サーカスから数えて5作目シリーズの最終作品なんだ。最終作品って何か大きな変化があるの？大きな変更点は視点だね。これまでは真上から見下ろす形だったけど、今作は真後ろからのリアビューに変わったんだ。この変更でゲームの臨場感がぐっと増して、スピード感も体感できるようになったんだよ。操作性はどう？難しくなった？実は以前の作品よりもシンプルになっていて、設定やセッティングの必要が少なくなったんだ。耐久性を中心にして、レース中のピットストップで耐久度を回復できるシステムが導入されている。これがまた新しい挑戦だね。初心者にも優しいって聞いたけど、その部分はどう？全体的にコミカルで親しみやすいデザインになっていて、難易度も初心者が入りやすいように調整されているんだ。でも注意が必要なのは、壁にぶつかるとダメージが大きくて、ぶつかりすぎるとリタイアすること。そのリタイアの仕組み、特殊なんだって。そう、リタイアするときは特殊なキーコンビネーションが必要で、十字キーのプラス、セレクト、ボタンを押すんだ。これはちょっと変わってるけど、覚えておくと役立つよ。COM の車は強いの？ COM はミスをあまりしなくて、速度も非常に速い。特にカナダのコースは初見でとても難しいんだ。これがまた、ゲームの緊張感を高めていて、挑戦する人を引きつける要素になってるね。音楽やイベントはどう？ BGM は本当に良くて、ゲームの雰囲気を盛り上げてくれるし、イベントも楽しいから、プレイが進むのが楽しみになるよ。最終作として、新しい挑戦が多いけれど、ファンにとっては新鮮な体験ができる作品だね。3DCG レーシングゲーム、ワイルドトラックスをご紹介します。このゲームは、マリオカート風だけど、独自のダメージシステムが特徴的なんだ。ダメージゲージが満タンになると車が退場、またはコースアウトしても退場となるよ。車のデザインはどんな感じ？ヘッドライトがまるで目のように見える、とってもキュートな車たちを操作するんだ。ボディ、ヘッドライト、タイヤが壊れやすくて、ぶつかるたびにダメージが増えていくんだよ。ダメージはどうやって直すの？レース中に散らばる赤い石を集めることでダメージを回復できるんだ。これがゲームの鍵を握る。車種は全部で5種類、コースは13種類から選べて、それぞれ異なるチャレンジが楽しめるよ。スムーズな操作ができるの？へえ、非常に滑らかでカクカクしないから、とても快適に操作できるんだ。アメリカの小さな村を舞台にした都市に一度のレースがゲームの背景。BGM や効果音もアメリカンテイストで盛り上がるよ。特別なゲストキャラクターはいるの？実はマリオやカービィなどの人気キャラクターが友情出演していて、彼らを見つけるのも一つの楽しみだよ。ただ探しているうちにクラッシュしないよう注意が必要だね。スーパーファミコンで 3D レースを実現したことで、処理速度の限界も感じるけれど、それでもこの自由度は魅力的だ。ゲーム内で流れる BGM はその場の雰囲気を高める良曲ばかり。まさに耳にも楽しいゲームだよ。家庭用ゲーム機での 3D レーシングの草分けとして、このワイルドトラックスはかなりの注目作。ぜひとも遊んでみてほしいね。ケーズラン、千日本軽カー選手権、軽自動車だけが競う珍しいレースゲームだよ。最大10台の軽自動車が公道や海沿いの道を疾走するんだ。それぞれの車が個性を生かしてバトルを繰り広げる。アイテムってどんなのがあるの？アイテムはクラッシュさせたり、一時的にスピードアップするものがあるよ。戦略的に使うとレースが有利に進むんだ。このゲーム、最高速度は140キロ。現実の軽自動車と同じくらいの速度感で、レースのリアリティが増しているんだ。でもね、団体から落ち遅れるとパトカーが追いかけてきて、捕まるとその時点でゲームオーバーになるんだ。コースは覚えにくいって聞いたけど、それはどういうこと？
このゲームは周回コースではなくて1コースが長い一本道になっているから一度覚えるのが難しいんだ。加えてコースマップがないから先のルートが見えず、ほとんど反射神経頼りでプレイすることになるよ。キャラクターについてもっと教えて。ゲームにはいくつかキャラクターが登場するけど、実は全員性能は同じなんだ。ただセリフが勝敗によって変わるくらい。それがちょっともったいないところ。個性的なキャラクターたちがもっと活躍できればゲームに深みが出るのにね。それでも軽自動車の身でのレースは非常にユニークで、他のレースゲームとは一線を画しているから新鮮な体験ができるんだ。プレイヤーには狭い道や急なカーブをどううまくかわすか戦略を練る楽しみもたっぷりだよ。バトルレーサーズ、おご紹介。このゲームでは仮面ライダー GO、ウルトラマンパワード、V2 ガンダム、そしてロアというちょっとマニアックなキャラクターたちが登場するんだ。これらのキャラクターはどこから来たの？実はこれらはザ・グレイト・バトル4というゲームからのキャラクターで、そちらでも人気を博していたんだよ。レース中、プレイヤーは様々なアイテムを拾いながら戦う。スピードアップやゲージ回復、さらには一時的な無敵状態を得ることができるんだ。それぞれのキャラクターに特別な技はあるの？それぞれに必殺技があって、これがレースに大きな影響を与えるんだ。ただし、これらの技は原作を完全には踏襲していないから、新しい楽しみ方ができるんだよ。また、特定の条件下で超必殺技を発動させることができて、これが全員に攻撃を加える強力な技になっている。ゲームの操作性はどうなの？オーソドックスなレーシングゲームの操作性で誰でもすぐに慣れることができるよ。しかし戦略的にアイテムを使いこなすスキルが求められるから奥深さも感じられるんだ。レースはただの速さを競うだけでなく、いかに効率よくアイテムを使用し必殺技をタイミングよく発動させるかがクリティカルになる。各キャラクターの必殺技や超必殺技の使いどころを見極めるのが、このゲームの醍醐味の一つだね。最終的には、各キャラクターの能力とプレイヤーの技術がシームレスに融合して、勝利への道を切り開くんだ。04チャンプ RR。これはただのレーシングゲームじゃないんだ。スーファミ版04シリーズの中でも特に個性的な一作さ。個性的ってどんなところが違うの？主人公がね、熱血男でちょっとおバカ、ナンパしながらライバルと競うんだ。そして勝った賞金で車をどんどん強化していく。それがこのゲームの醍醐味。ミニゲームってどんなのがあるの？いろいろあって、シンプルなパズルから麻雀、さらには戦車ゲームまで。これらのミニゲームが実はゲームの主軸になっているんだよ。 RPG 要素が強いって聞いたけど、それはどういうこと？その通り。このゲーム RPG みたいにキャラクターを成長させたりストーリーが進むんだ。ラスボスがいないけど、バランスの良し悪しはあっても難易度はちょうどいいからハマる人多いんだ。じゃあレースはそんなにメインじゃないの？実はそう、レースよりもミニゲームの方が注目されているんだ。レース自体はオートクラッチがあって、トライコース、レッドコース、アイスコースがあるよ。特にアイスコースは滑りやすくて、4WD 車じゃないと本当に大変なんだ。それ、前も言ってたけど、本当に難しいの？筆物がそれを知らずにずっと苦戦してたんだから。でもね、BGM がとても良くて、イベントも楽しいから飽きないんだ。最終的にはレースよりもミニゲームで稼いだスキルが役立つ。本当に変わった RPG みたいなゲームさ。続編の第3次っていうのもあるの？あるよ。第3次をクリアすると、本編クリア後にさらに新しい RPG が始まるんだ。本編よりもスケールが大きくてゲーム性がさらに深まる。それが本当に面白いんだ。
リオカート。このゲームは初期の F、ゼロのシステムをさらに進化させて、マリオシリーズのキャラクターたちを起用しているんだ。それぞれのキャラクターは独自のカートタイプを持っていて、プレイスタイルに合わせて選べるようになっている。各キャラクターの特徴をもっと教えて。マリオとルイージはバランスが取れていて、扱いやすいんだ。ピーチとヨッシーは加速力が高く、スピードを重視するプレイヤーにおすすめ。中量級のクッパとコングジュニアは、重いため衝突時の安定感があり、パワーを生かしたプレイが可能だよ。軽量級のキノピオとノコノコは操作性が高く、狭いコーナーを素早く曲がることが得意なんだ。プレイヤーはこれらの特性を理解し、自分のレーススタイルに最適なキャラクターとカートを選んでね。レース中はアイテムボックスを取ることで様々なアイテムを手に入れ、レースの流れを変えることができるよ。バナナやトゲの甲羅、聖夜サンダーなど、使い方次第で大きく順位を変動させることが可能だ。特に重要なのが、ロケットダッシュやジャンプドリフトのようなテクニックをマスターすること。これらの技を駆使することで、コーナリングをシャープにこなしたり、他のライバルとの差をつけることができるんだ。ゲームのサウンドトラックも非常に魅力的で、岡須義が手掛けた音楽はマリオの世界観を完璧に表現している。レースの緊張感を盛り上げる BGM や、各キャラクターのテーマ曲は、プレイするたびにテンションを高めてくれるよ。また、コースにはドッスンやパックンフラワーなど、マリオシリーズのおなじみの敵キャラクターが障害物として登場し、レースをさらに面白く、そして予測不能なものにしているんだ。スーパーマリオカートはその楽しいゲーム性と革新的なアプローチで多くの人々に愛され、レースゲームジャンルに新たな風を吹き込んだ作品といえるね。実際このゲームは日本国内だけで382万本以上を売り上げ、全世界で876万本上の大ヒットとなったんだよ。それは続けます。一人で強くなる。そして